ノイや、ベトナムでまだ日本の造園の会社が少ない中、私たちは日本を代表する気持ちで、日本庭園のいいところ、しっかりとした日本庭園を作らないといけないと思い、強い責任感を持ってこのプロジェクトに挑みました。一番苦労したところは言葉の壁です。日本庭園は微妙なニュアンスや高い芸術性を必要とするため細かい作業が必要です。その細かい作業を伝えるところが一番苦労しました。またメリットは日本から輸入してきた素晴らしい松や薪の木がたくさんあるので木を選ぶことには苦労しませんでした。敷地が細長いということで通路をまっすぐ引くことによって距離が長く見えて景観を楽しめるという庭のアイデアで設計いたしました。今回のプロジェクトでデザインインスピレーションしたのはですね、敷地がまず長く、距離が取れるというのが、かえっていい条件かなと思いましてデザインしました。でそれは細長くすることによってアプローチ、御影石の通路を長く来ると距離が取れて庭の景観も良くなって引き締まるということです。でそしてまず回遊式にしました。で回遊式にしたというのは中へ入って楽しんでいただけるという形をイメージして、でそこには蓬莱山、蓬莱山というのは日本では幸福、幸せ、いろいろな意味のめでたい山というものの形が日本庭園としてあります。でそこに、黒松や赤松を右左入れることによってさらに龍が昇るというような滝のイメージでデザインしました。あとは本来は滝を流すところを、日本の伝統技術である枯山水、砂利を使って水を表現する、そして最後に砂紋という技法で波を表現する、そういう形でデザインしました。私が今日本庭園をベトナムに来て何が伝えたいかと言いますと、日本庭園をまずベトナムの方に楽しんでいただきたい、理解していただきたいということで、日本庭園をベトナムで作るということをやっています。あとはベトナムの素材を使って、日本庭園を表現して共有できるもの、もチャレンジしたいなと思っています。例えば日本庭園というのは、ただ石を置く、木を植えるというだけではなくて一つの宗教、あとは、歴史、文化、あとそういう宗教観というものもありますので、一つの宗教の中にも意味がある、教えがあるというのが日本庭園なので、そういったものも伝えていきたいと思います。一番気に入ってる箇所は、あちらの蓬莱山に見立てた20トンを超える大きな石。これからも私たちは本物の日本庭園を伝え、
日本庭園の良さをベトナムに広めていきたいと思います。またベトナムの文化や言葉なども深く学び、日本とベトナムの文化の交流の架け橋になるような存在になりたいと考えております。